はい、グレバリーの、色についての説明です。グレバリーは、昔は、色は、シルバーと金と黒、くらいだったんですけど、最近ではもういろいろカラーがあります。まず、これですね。黒ですね、これは。黒はもう、張りを目立たさないように、する、しているカラーです。これはもともと、銀、シルバーの針に、こういう黒のコーティングをしています。で、まあ、目立つ魚にグレーに警戒されないように目立たせないように、しています。で、次にピンクです。これはオキアミのカラーに合わせて、これはもともと金の針に、ピンク色にコーティングをしています。このコーティングが取れたら金色になります。で、次に、これは、茶色ですね。まあ、これはオールマイティーですね。あんまり目立たないっていうカラーですね。で、次にこれは、ボイルカラーです。まあ、ボイル専用に、作られたカラーで、ボイルを使うときに、針が目立たないようにする。している針です。で、次に紫。これは磯に付いている紫の海藻を、イメージした針です。まあ、グレーとかは、こういう海藻も食べるので、こういう紫の色も違和感なく、食べるので、こういう色にしているのだと思います。で、次も、紫に近い紫かピンクかっていうところなんですけど、これもオキアミの、生のオキアミ、生のオキアミに、合わせたカラーになっています。これは定番の、金色です。結構光の反射を受けやすいので、魚には結構アピールがあります。まあ、逆に警戒されたりする場合もあるので、まあ、その辺は使い分けが必要です。最後に、グリーンです。これは、海藻ですね。青さです。青さの、カラーに合わせた、針です。青さは結構針を警戒されたりするんですが、こういう緑のカラーがあれば、警戒されずに、魚を釣ることができます。